Kindle Indies 漫画でどれくらい収益がもらえるのか知りたい。どうすれば閲覧数を増やせるのか知りたい。そういう人は多いのではないでしょうか。皆さんこんにちは、モップです。今回は Kindle Indies 漫画の動画第2弾ということで、僕が Kindle Indies 漫画を始めてから3ヶ月の収益の推移と、その間どのようなことをしてきたのか、また Kindle Indies 漫画をやって苦しんでいることなどについて共有していきたいと思います。それでは今回の動画の目次です。1、売上3ヶ月の推移。2、伸ばすためにやったこと。3、苦悩です。ちなみに僕は小中高イラスト芸術全く興味なし、イラストの練習を始めたのは20歳頃で、当時の画力はこのくらいでした。最近のイラストはこんな感じです。今回紹介する Amazon のインディーズ漫画では、あかね祭りというオリジナルの4コマ漫画を無料で配信していますので、気になった方は概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ確認してみてください。このチャンネルでは、僕が初心者から独学で上達する上で学んだことなどについて発信していきます。早速本題に入っていきます。1、売上3ヶ月の推移。まずはそもそも Amazon で出版するとは何なのか、言葉の意味から簡単に説明していきたいと思います。Amazon が運営している電子書籍サービス、Kindle というものがありますが、その Kindle に自分で書いた小説や漫画を自分でそのまま直接出版することができるというものです。Kindle で直接出版なので、そのまま英語にして Kindle Direct Publishing、略して KDP 出版などと言われています。基本的に Amazon で出版イコールこの KDP 出版のことだと思っていただければ問題ありません。実際にどんな感じで出版していくのか気になるという方がいらっしゃいましたら、前回の KDP 出版の動画を見ていただけますと幸いです。さて、早速売上の話からしていきたいと思いますが、前回の動画で9月に振り込まれた売上が3円だったという話をしました。KDP 出版は月が閉まってから2ヶ月後の月末に振り込まれるので、9月に振り込まれた3円は7月分の閲覧数に対して、Amazon のインディーズ基金から振り込まれたという形になります。この動画を撮っているのは11月の終わり頃なので、8月分はすでに振り込まれていて、9月分は売上が確定しているけれど、まだ振り込まれてはいないという状態です。まずは7月の売上の詳細ですが、この時は前回の動画ですでにお伝え済みですが、1ページ漫画で投稿しました。というのも僕は4コマ漫画を描いているので、日々更新していけば更新順とかで有利になるんじゃないかという目論みで、最初は1ページで投稿したということでした。この時の販売数は24件で、インディーズ基金は読まれたページ数で分配金が支払われる仕組みなので、販売数そのまま24ページが読まれたページ数と仮定して、結果3円が振り込まれたということになります。そして8月ですが、8月時点ではすでに投稿したエピソードを更新して、ページ数を増やすとどんな感じになるのか分かっていなかったので、すでに公開済みの1ページのエピソードを更新して、2ページで販売してみました。販売数は15。2ページなので閲覧数はマックスで30ページ。その結果、振込額は1円でした。インディーズ漫画はすでに公開済みの漫画のエピソードを変更したり、ページを追加したりすることはできるのですが、こうすればすでにダウンロードしてくれる人に通知が行ったり、更新して検索上位に行ったりするのかなと思ってやってみたのですが、僕がやった限りでは、すでに1ページ漫画を持っている人に通知が行ったりということもなく、検索上位に行くということもなかったです。そのため、エピソードを修正する形でページ数を増やすということはあんまり意味がなくて、すでに公開済みのエピソードに何か間違いがあった時に修正するための機能のようです。なので、漫画を日々投稿していくというのはインディーズ漫画でやるのは難しくて、ある程度書き溜めてページ数を増やしてエピソードを追加するというやり方の方が良さそうです。そういうことで、最新の結果が出ている9月分は、なんとか4コマを5本まで書いて別のエピソードとして公開したところ、販売数は53で、この時は8月に公開していた1、2ページのものが公開のままになってしまっていたということもあり、閲覧数は計算上マックスで220になります。1ページ2ページの漫画ならほぼ確実に全ページ読まれますが、4コマだと5ページもいかないぐらいで読まれなくなる可能性もありますので、そういう意味でページ単価は1ページ漫画の時が一番高いのだと思います。それから、インディーズ基金そのものの予算が毎月変動するみたいなので、読まれたページ数が同じでも
もらえる金額は月によって変わってくるということになります。ここまでが今判明している売上の推移についてです。この3ヶ月 KDP 出版に挑戦してみて、売上を伸ばす方法は3つあると感じたので、その仮説について述べていきたいと思います。まず1つは単純にページ数を増やすということです。今回7月から9月でページ数を5倍にしたところ、閲覧数は10倍になって売上は5倍になりました。アルゴリズムとかは不明ですが、今5ページの漫画を25ページにすれば閲覧数は10倍になって2200になって、売上は16円から5倍になって80円になるのかもしれません。そして仮説の2つ目としては、ページ数はそのままで宣伝によって販売数を増やす必要があるということ。例えばページ数は変わらず5ページのままでも SNS 等で宣伝しまくれば、閲覧数が10倍になって、閲覧数イコール売上なので売上は5倍になるかもしれません。最後3つ目は、ページ数を増やすことと宣伝を増やすの両方をやるということ。そうするとページ数5倍で販売数は10倍になり、閲覧ページ数は100倍になって売上は25倍になるのでしょうか。例えば今回で言うと、9月の閲覧数220ページをページ数を5倍にすることにより閲覧ページ数10倍、さらに宣伝しまくって10倍の売上にすれば、10倍 ×10 倍で2万2000ページ閲覧されて、売上も5倍 ×5 倍で16円から400円になるのでしょうか。そううまくいくわけもないのですが、ここはまだ実証中ですので、次回以降の動画でも結果をお伝えしていければと思います。世の中にはインディーズ漫画で数百万円、数千万円売り上げたという景気がいい話をされている方もいますが、ページ数が100倍あって宣伝力が1万倍ぐらいあればありえない話ではないのかもしれません。2、伸ばすためにやったこと。ここからはこの3ヶ月で伸ばすためにやったこと、効果的だったことと効果が不明だったことなどについて共有していきたいと思います。まず1つ目はページ数を増やすということです。先ほどお伝えした通り、最初は1ページで公開し、その1ページの漫画を更新という形で2ページ漫画にして、更新では意味がないということが分かったので、別エピソードで5ページ漫画にして、最近になって30ページまとめて投稿したという流れです。何人かインディーズ漫画で成功されている方の漫画を読んでみたのですが、エピソード1つはあまり長くなくて30ページから50ページくらいで終わらせて、別のエピソードを見てもらうようにしている人が多いようです。その方が更新しやすいということもあると思うので、僕も30ページくらいずつの更新にしようかなと今は考えています。ページ数を増やしたのは純粋に僕が頑張るだけでやってよかったと思うのですが、インディーズ漫画はエピソードの削除ができないということが一つの問題です。すでにダウンロードした人の端末上には、一生この 1,2 ページの漫画が残り続けるからだと思うのですが、非公開にできても削除はできなくて、すでにダウンロードしてくれた人は非公開にされていても読むことができます。そのため先ほども伝えた通り、エピソードの削除ができないため日々の更新には向いていません。逆に Amazon の販売サイト上では、販売されているエピソードのページ数がわからないので、1ページ漫画であっても30ページの漫画であっても売上数の初動は変わらないという印象です。2、表紙の変更。2つ目の改善としては表紙の変更です。インディーズ漫画は出版する際に必ず表紙が必要となるので、しばらくの間は漫画の一コマを適当にカラーにしたものを使っていました。たださすがに手抜き感が強かったので、カラーイラストを仕上げてそちらを表紙に差し替えました。表紙に力が入っている方が継続的に見てもらえているような気がしなくもないのですが、取り立てて表紙で閲覧数が増えたということもないので効果は不明です。3、宣伝。インディーズ漫画をやっていて思ったのは、宣伝しないとすぐに見てもらえなくなってしまうということ。実際こちらが販売数の推移のグラフですが、突出して伸びているのが公開した直後で、その後は数日で一気に低迷します。誰でも気軽に出版できる反面、どんどん新しい漫画が投稿されるので、宣伝は必ずした方が良いというのが今のところの感想です。宣伝として僕がやったのは2種類。一つはこの YouTube チャンネルで KDP 出版の解説動画を出した時で、 YouTube の視聴回数5000回に対して販売数が50くらいあったようなので、新エピソード公開と同じくらいの反響はあったのかなと思います。ただこの YouTube チャンネルは基本的に絵を描いている人が見てくれていると思うので、
他人が描いた漫画にあまり興味がないという人も多いと思うので、今後はあまり宣伝効果は期待できないと考えています。もう一つはピクシブです。4コマ漫画の一つをピクシブに投稿して、そこに Amazon のリンクを貼ってみました。僕はピクシブのフォロワーは1000人ちょっとくらいなのですが、閲覧数は236回で、おそらくピクシブ経由で数回販売できたのかなと思っています。具体的な数値は低すぎて測定不能なのですが、ピクシブは初動が少ない代わりにじわじわと見てもらえる印象が強いので、地道な宣伝活動としてはありなのかなと思います。継続的に見てもらうためには何らかの宣伝活動はした方がいいと思います。3、苦悩。最後に7月からインディーズ漫画に挑戦して苦労していること、悩んでいることを共有して終わりにしたいと思います。まず一つは、漫画を描いていると全然カラーイラストが描けなくなるということ。今回僕はインディーズ漫画に挑戦するためにカラーイラストに費やしていたこれまでの時間と日々の練習やインプットの時間を全部漫画に費やしています。そのため X にカラーで全然イラストを上げられていないですし、カラーイラストの能力がどんどん落ちてしまっているように感じます。それからもう一つが、漫画がマジで難しいということ。トーン使えばそれっぽくなるのかなと思って使いまくっていたのですが、他の Amazon とか Pixiv 上では問題ないのですが、 Twitter だとモアレというトーンが変な模様に見えてしまう現象が起きてしまって、視認性が良くない状態になってしまいました。グレースケールで描いた方がいいのか、そうするとこれまでのは全部消して色塗りをし直しなのかなど、いろいろ考えております。いい対策を知っている人がいたらコメント欄でぜひ教えていただけると助かります。一応一点いい点もあって、さすがに数ヶ月も4コマを描き続けていると4コマの語力は上がっているように感じます。4コマなので最初は1ページに2つの4コマを載せる想定で書いていたのですが、それだとスマホで見た時の見栄えがあまり良くないですし、キャラクターもあまり描けないので、思い切ってかなり横長の4コマにしています。4コマ画力は上がっていると思うので、そこは素直に嬉しかったです。ということで今回の動画の終わりの言葉です。新しいプラットフォームは楽しいということでした。僕は Twitter と Pixiv は10年以上、YouTube は4年くらいやっているので、新しいプラットフォームがどんなものなのか自分で探りながら進めていくのはすごく楽しいです。これまでのプラットフォームは自分と同じ界隈の人に向けた発信ばかりだったので、今回オリジナルの漫画という比較的一般向けなコンテンツで挑戦するのはいい経験になっていると思います。Kindle Indies はまだ始めたばかりなので、ある程度シリーズ化して今後も動画を作っていけたらいいなと思います。このチャンネルでは初心者からの独学でのイラスト上達に関連する情報を発信しています。質問や感想などがありましたらぜひコメント欄で教えてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。